それでは続いてのコーナー参りましょう。気分すっきりサンシャインクリニック、今日も皆さんのお悩みを聞いてすっきりしていただこうといったコーナーになっています。それでは今日も来ていきましょう。はい、今日も準備をしていきたいと思います。はい、じゃあよいしょこのために仕事を巻いてきましたはい、という方もいらっしゃいますけれども、今日もいつも通りお一方しか悩みは聞くことができません。そういった、クリニックとなっております。ご了承ください。140分ぐらいお待たせしましたかね。はい、それでは今日も、お一方のお悩みを聞いてすっきり解決していきたいと思います。あ、いろいろ忘れてましたねはい、よいしょ。これとメガネもでは行きましょう。はい、それでは早速、カルテの方を読ませていただきます。では次の方どうぞ。今日は岩手県の、滝沢市ワールドのけんちゃんさんです。薄曇りの空です。昨夜も眠れませんでした。2日続けての寝不足、今日は失敗かなといったリポートです。はい、こちらは東北エリアからですねお悩みが届きました。これはひどい、重症ですね、これは重症ですな、これはいけませんね、たくさんコメントいただいておりますが、そうですね、かなりの今日も重症な方がいらっしゃいました。眠れないというのは辛いですね。うん、2日続けて寝不足、仕事にも影響してしまうといった可能性もありますね。またこの土日、週末お休みだったのでしょうか。休み明けっていうのはやっぱり寝不足っていう方が多いかなと思われます。そんな時にはですね、こちらを取っていただきたいと思います。今日の処方箋はバナナです。今日はバナナでいきましょう。バナナですね、バナナはトリプトファンというのが豊富に詰まっております。このトリプトファンは心を落ち着かせるホルモンが分泌する、そんな作用があるみたいですね、はい、それが、取った後吸収して、その後にメラトニンに変わるようです。変わります。でもその変わるには時間がかかるので、寝る前に取っていちゃダメなんですね。なので、朝だったりこの昼間だったり早めに取るのが大事です。これがポイントです。あとバナナ、そして牛乳などの乳製品の方にもトリプトファンは入っているので、この2つ一緒に取るといいみたいですね。なので、皆さん、今日はこちらを取って、昼食ですね、この後のランチに、取っていただきたいと思います。よろしくお願いします。これを取って、いい夜に、いい睡眠を取っていただければと思います。今日の診察は以上となります。お大事に、どうぞ。